もずくでーす。しょもず。し。チャンネルでーす。はい、というわけで今日はみんなからのお悩みに答えてみたい。はい、というわけで今日も皆さんからインスタとかコメント欄で質問をこう募集したやつを答えて悩みを解決していきたいと思います。思います。今日のお供ドリンクは、前回にと同じブラックコーヒーです。結構その中の、ね、毎回のコメント欄で小学生なのにブラックコーヒー飲めるのすごいって言われるんですけど、結構飲むよね。普通にコクがあって、コーヒーは好きです。いただきます。いただきます。美味しい。美味しい。ちょっとさ、でもさ、もずくはちょっと花粉症で頭が痛かったりするので、ちょっとカフェインが強すぎるとダメだから、お砂糖とミルクを入れたいと思います。俺はブラックって大丈夫、ブラックが好きなのでそのままブラックで飲みます。カフェオレにしました。絶対ブラックのさ、わ、なんか結構飲みやすい、美味しい。はい、というわけで早速皆様からのお悩みに答えていきたいと思いまーす。よし。で、じゃあそう読む？じゃあ今からそのいただいたやつを読んでいきたいと思います。僕も YouTuber になりたいですが、お母さんに反対されています。どうしたらいいですか？これさ、小学生の視聴者さん？これは小5の男の子らしいです。はい、っていうかさ、なんかさ、今ちょっと思ったんだけどさ、関係ないこと言っていい？関係ないことだね。なんか小で国語の音読とかがすごい上手くて、いつも担任の佐藤先生から褒められるんですけど、今も上手かった。それ別に大したことない。そういうところが結構その彼氏として自慢だなって思ってます。でもそのもずくはそういうのをすぐにちゃんと恥ずかしがらないで褒めてくれるところがおい大好きです。ラブラブかよ。ラブラブかよ。質問の内容なんだっけ？YouTuber になりたいです。 YouTuber になりたいです。お母さんに反対されてますか？ショーはどうしたいと思う？俺もその最初にお母さんに言った時にその反対されたんだけど、でもそれで諦められるようなそういうことじゃなかったから、それは貫き通したっていう感じです。もずくもお母さんにって最初言われたんですけど、なんか頭いいからやり方を考えたんですよ。なんかもずくずっとバレエやりたかったんだけど、お母さんにお金がかかるから習っちゃダメって言われてて。お金ね。そう、お金かかるから。で、だからお母さんにバレエ習いたいってもう言わないから、その代わりに YouTuber さんだっていいって言ったら、いいよって言って、それでやりました。だから、この人も何かと引き換えに、こうやらせてもらったらいいなって思います。全部を叶えようとするのはちょっと難しいかなって思います。何かって引き換えだよね。そう、そう思います。はい、というわけで続きは、はい、はい、次は、彼氏が欲しいです。どうしたら彼氏ができますか、ということです。これは、うちの小学校は結構カップルが多いんですけど、それはなんか塾とかに通うのが一緒だったりとか、なんか班が一緒とか、一緒にいる時間が長くなって、で付き合うみたいなのが多いから、一緒にいつもいる中から選ぶと付き合いやすいかなと思います。あと、もしその好きな人がもういるとしたら、とりあえず告って、その砕けて、そう、当たったら、そういう風に。当たって砕けるだよ。当たって砕けたら、そういういろいろ始まるものがあると思います。はい、というわけで次、どうぞ。何？リコーダーについてる棒が何なのか気になって、夜も眠れないでやんす。
ってきてる。タルマくんっていうのは、同じクラスの男子で、すごい面白くて、タルマくんの ASMR チャンネルも今度コラボするので、よろしくお願いします。下に、概要欄に貼っておきます。いや、知らないの知らないの、リコーダーのさ、ポーチの中に入ってるものでしょ。じゃあ、もずくは、あれは、ポッキーだと思う。実はポッキーで食べられる。俺は、プリッツだと思います。あ、豆ダメだよ。四つ目、どうしたら幸せになれますか？いっぱい食べて、寝て、遊ぶ。うん。俺はその餃子と、とんかつをお母さんに作ってもらって、ご飯を3杯お借りしたら、その時幸せだと思います。あと、歌を歌うのがいいと思います。うん、結構うちの小学校は、合唱がすごい、合唱が強くて、頑張ってる小学校で、怪獣のバラードを今は習ってます。怪獣のバラードってさ、ほんといい曲だよね。最強。だから、歌ったら絶対幸せになれると思うから、歌ったらいいと思います。遠くにキャラバンの鈴の音聞こえたよ。大勢叫んだよ。海が見たい、人を愛したい、怪獣にも心あるのさ。
今日はこれで動画終わりです。以上です。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。します。でコメントもじゃんじゃん送ってください。お願いします。田沼くんもお願いします。田沼もうやめろよコメントも